どうも、ラオチンです。ペルソナ3やっていきます。よろしくお願いします。先日、魔導の極意をようやく出すことができました。ルシファーにつけたんですよね。魔導の極意。万能以外の攻撃魔法が 50% ダメージが上がるっていうやつなんですね。これをつけて、他も火力をモリモリにしてみました。シングルブースター。そして、火炎ハイブースターと火炎ブースター。そして、インフェルノで攻撃します。で、魔導の才能ですけども、あれは、武器についてます。聖杯ルシファー。これに魔導の才能がついてるので、これで、インフェルノを撃ってみると、どれぐらいの火力が出るのか、ちょっと試してみようと思います。多分相当出る。OK! では、刈り取るもの、出てきました。こいつでダメージを測っていきましょう。すべて弱点はないやつですよね。で、防御力を下げましょう。防御力を下げた状態で見ていきます。ちなみに難易度はノーマルでやってます。ノーマルの刈り取るもの。どれぐらいいくだろうか。行ってみましょう。2800、なかなかじゃない？ 2800 だよ。明けの明星でどんぐらいかな。いや、2000いかないもんね。明けの明星でどれぐらいダメージ与えれるか、ちょっとそれも見てみましょう。ヒート使った、使ってない、あ、使ってるわ。防御力が元に戻ってたんで下げてやりましょう。んで、明けの明星だったら、ちなみにこれぐらいです。1800。いや、これダメージ全然違うぞ。ダメージが全然違う。やっぱり魔導の才能と魔導の極意、この2つが入ることによって全然火力が違うね。ここまで違うか。おそらく3発で沈めれるね。うん、普通に3発で沈めることができそう。いやここまで上がるか。あ、攻撃力元に戻りました。攻撃力が、ノーマルの状態だったらば、いや、それでも2000超えるでしょ。あ、超えんか。あ、2000だわ。すごっ。はい、ということで戻ってきました。今日は新スキル魔導の極意を使って火力を測ってみました。今まではですね、オルフェウス界に、マルチブースターと万能ハイブースター、万能ブースター、この3つをつけて明けの明星で攻撃を入れてたんですよね。まあ、確かに強いし、誰にでも効果があるので、すごく便利だなと思ってたんですけども、この魔導の極意を入れて、まあ、今回は炎属性だったんですけども、まあ、属性を決めて撃っていくと、さらにダメージが跳ね上がります。もうとんでもなく上がってたね。明けの明星は1800ぐらいだったんですけども、こっち、インフェルノは2800。もう1000ダメージ上がってるからね。とんでもなく火力アップしてます。これおそらくダウンロードコンテンツのペルソナ、あいつらにつけるととんでもない火力を発揮するものだと思います。ちょっとね、それやってみようと思いますので、チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。